関炉は中国三国時代の占い師。字は孔明。奇襲平原軍の人。弟は下立つ第一名。関炉は占いによって先を見通す能力があったと言われ、そのことは三国史、片木伝において記述されている。関炉は幼少期から星を見るのが好きで、成人してから液郷などの勉学に励んだ。そのため、 占い師としての不思議な能力が身についたと言われている。だが、蘇生の怪しい者と平気で付き合う一面があったことから、彼を慕う人物は少なかったものの、いつも素直な心で人に接したので、決して嫌われていたわけではなかったという。また、犯罪が起こると犯人を言い当てたため、やがて彼の周りから犯罪が絶えたという。さらに赤風をすると、ほとんど、間違いなく、 中身を言い当てた。人の誕生日や寿命を占いによって言い当てることができた。竜笹久林という者の,の妻の病が重くなり、正月頃には、棺や、早々の道具も一式買い揃えられたが、甘露は占って、8月かのとうの,の日の日中の時刻が、ご寿命ですと言った。竜笹久林がこれを信じず、また妻の病も解放に向かったが、秋になって、 病が再発し、結局その妻は、関路の行った時刻に亡くなった。また、小育のもとを関路が訪れた時、小育が自分の誕生日を占わせると、関路はぴたりと言い当ていささかな狂いも生じさせなかった。このため小育は大いに驚き、寿命を占わせることをしないようにさせたという。年月日、の側近として、 羽振りを聞かせていたカーンに招待された。カーンは、光広弘に出世できるかと彼に質問し、さらに、ハエが、数十匹、花の頭にたかって、追い払っても逃げていかないという夢を見た。これは何を意味しているのかと問うた。カンロは、花は、あなたの地位を表すものですが、そこにハエという醜悪なものが寄って参りました。これは、険しいところに地位を占める者は転がり落ち。 他人を侮り汚る者は、滅びるという証ですと警告した。カーンの側近が、そんなことは年寄りとものいつもの言い草だと反論すると、カンロは、年寄りというものは、生を超えたものを見ることができます。ですから、いつもの言い草の中に、言葉を超えた深い意味が現れるのでございますと答えた。カーンはこれらのやりとりを聞いた後、カンロに、年が明けたら、もう一度、 会おう、と言った。帰宅してから、母の兄弟の夏氏にこのことを話すと、夏氏は、発言が明け透けすぎていると責めた。官路が、死人と話をしているのに、何を恐れる必要がありましょうやと言ったので、夏氏は怒り、気が狂ったのではないかと思った。ところが、年が明けて10日もしないうちに、カーンたちが、芝居に殺されたので、夏氏も敬服したという。 官路別伝によると、官路は関について、廃棄衆、当証書、竜大将、竜栄戦とともに、この五人と話すと、精神が清らかに活動して、眠くなる暇もないと評価していた。一方で、関中殺後には、彼は小さな匠さを才能にしていたと評している。証言二年、弟の下立は、大将軍はあなたに好意を持っていますから。 復帰な身分が望めますねと言った。しかし、カンロは、自分の寿命が47歳か48歳の頃に、尽きるであろうと予言した。そして予言通り、翌3年2月、48歳の時に病死した。小説、三国志演技では、凄腕の占い師として登場し、19歳で寿命が、尽きる男、露宿の死、曹操の支配下である巨匠で、金、 らの反乱が起きること、劉備の冠中進行、過去縁の戦死、を予言する。演技で出てくる有名な話としては、19歳になる、長顔という若者の眼相を見て、長顔が、あと数日で死ぬことを告げる話がある。自らの死を伸ばしてもらおうと長顔が、官路に嘆願すると、呉を打つ、老人二人が桑の木の下にいるので、もてなして、 寿命を延ばしてもらうように頼めと伝えられる。長顔がすがる思いでその老人二人と会い、菅路に言われた通りにもてなし、寿命を延ばしてもらうように頼んでみると、その老人は19と書かれた紙に9を加えて99とする。すると長顔の寿命が伸び、数日経過しても死ぬことがなくなったというのである。後日、長顔が菅路に二人の老人のことについて聞くと、 あの老人たちは死を司る、北斗と生を司る、なんとであったのだと伝えられたことになっている。ありがとうございます。